いいんですか？そうです。またまた、本当は嬉しいくせに。させるか。教えてやるよ。これで私と太一は運命共同体だ。私もお前をおかずにしたことがある。え？ルディ大丈夫？ルディ、もしかしてこの本口に出して読んじゃった？あなた聞いた？やっぱりうちの子って。あれ見て、あの子かわいい。すっごい綺麗な金髪。スタイルいいな、羨ましい。うふん、わかったからすぐそのドヤ顔引っ込めろ。待って、ゼロツー、どうしてこんな真似を？これは喧嘩さ、ダーリーも本気でおいでよ。胸焼けしそう。すみません、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ときめいてんじゃないですよ。何焼いてんですか？いや、プープー、自分が接近できないからって見苦しいですよ。その、あの、と、君はどうして僕と結婚してくれたの？どうして？じゃああなたはどうして私と結婚したの？え？いや、それはその君のことが好きだから。ですよね。なぜドヤ顔？クマだ。よしよし、私は信じていますよ。我がライバルであり友人でもあるあなたは、あんな言葉に惑わされたりしないと。めぐみ、私もあなたを信じてる。行くわよ、アイコでしょ。へ、料理の本質を教えてあげる。おお。本当に10分でこれを？ ではいただきます。うまい。材料は同じはずなのに、僕の究極のメニューと全然違う。そしてお嫁さんのドヤ顔もすごい。まるで世界征服に成功した女王様みたいだ。まあ、あらあらあら、まあまあ、あらまあ、おかわいいこと。